まあ、雪室っていうのは雪国ではね昔から天然の冷蔵庫として使ってたわけなんですけども、それをまあ現代版のエネルギーのエコな冷蔵庫として復元した、機能的な復元をしたものになります。調べてもらった結果、タンパク質がアミノ酸に変化したりとか、結局のところ旨味が上がっているっていうのがエビデンスとして、残っているわけですね。だんだん夏になれば暑くなりますよね。暑くなると雪の価値ってすごく高まるんですね。はい、こんにちは、株式会社スノービズの伊藤です。今日は、皆さんを雪の世界に、ご案内したいと思います。見ていただく通り、日本には、冬になると雪が降ってきます。どれぐらいの面積雪が降るかというと、約面積の半分、日本の国土の半分が雪が降る地域なんですね。で、そういった地域では古くから雪を、利用していました。冷蔵庫のような利用方法から始まって、実際に物を食べたり、冷やしたりするようなことに雪を利用していました。今日は、現代版に、アレンジされた雪を利用する施設、利雪の施設を、皆様にご案内したいと思っています。ここは新潟県魚沼市にありますお菓子の、メーカーさんの株式会社ブルボンさんというところの魚沼工場に来ています。ここはチョコレートの、ね、原料であるカカオを、雪で貯蔵する倉庫と、それから他の商品とかも、お菓子の材料ですね、それを雪で貯蔵したりする研究をするような施設になっています。カカオを貯蔵する、倉庫の雪の必要量はですね、だいたい300トンぐらいになります。空気を循環させながら、カカオを冷やしていきます。で、低温で、カカオを熟成させながら、ゆっくり熟成させて美味しいカカオになったものをチョコレートにしたりして、高品質の、ものを作ろうというふうに考えています。今、見てもらって雪を入れているところがですね、研究用のラボの、雪の貯蔵施設用の、まあ、雪を入れていますね。だいたい200トンぐらい入れています。で、雪を除雪したりするときに、道路の除雪とか雪を除雪する機械を使って、この中に投雪して雪を充填していっています。まあ、大きな冷蔵庫の熱源だと思っていただけると分かりやすいかもしれません。冷蔵庫の建物の中に雪を入れて一緒に、食品を冷やすというようなやり方をしています。ここはラボの、一部なんですけども、お客さんが、どういう雪の利用をしているのかっていうのを見学するようなデッキが設けられていて、来場者の方がこの雪の状況を見ることができます。当然そのラボの人も雪の消え方を見たりして、利用方法の研究にも使っていく予定です。で、人が入ってくるとだんだん暖かくなりますので、この暖かい空気を、ここの空気を吸う換気扇がありまして、でこの空気を、雪の奥に吹き込んであげることによって、ところてんのように冷たい空気が押し出されてくるという、まあ簡易的なサーキュレーターの効果を、まあ、狙った施設になります。循環をするような、まあ、サーキュレーターですね。まさにサーキュレーターの、設備になります。雪国ではですね、こういったような施設、魚沼では約20施設ぐらい、こういった雪を利用する施設がございます。まあ、日本国内でもですね、200施設ぐらいありますので、こういった施設がこれから増えていけばですね、雪国の、まあ、雪、まあ、邪魔だと言われる雪なんですけど、熱源として利用することで、まあ、環境に優しい、取り組みになっていくのかなと思っています。次に、南魚沼市にあります、株式会社貴兆楽さんの利雪施設を案内します。倉庫ができたのはいつぐらいの2009年、その前までは、うん、はい、その雪
雪室はやられてなかった。やってないです。じゃあ初めての。私たち自身が倉庫を持ってなくて、はい、でその新潟市内とか長岡市内の倉庫を借りてたんですね、営業倉庫で。そこに預けてて、あの持ち込んで使ってたんですけど、でその倉庫を作りたいなという時に、ただ倉庫を作るだけじゃなくて、あのなんか特色のある倉庫を作りたいなということで、美味しいお米をお客さんに届けたいということで、どうやったら1年間、米って1年に1回しか取れないんで味がどんどん落ちていくんですけど、それをいかに1年間美味しく保たせれるかって、いつ食べても変わらない味が整えれるかということを考えた時に、低温がいいんじゃないかっていう話で。それまで低温はあったんですか。低温倉庫っていうのは米の世界だとだいたい15度ぐらいで普通保管する倉庫は JA さんで最初開発されて、ずっとそれを米の業界今でも使ってるんですけど、それよりも低い温度で保たせると美味しいお米をずっと提案できるんじゃないかということで、それで雪を思いついて、どっかやってないかなって言って、あの相談したら、あのその当時雪だるま財団というのが上越市にあるらしいという話を聞いて、それでお伺いしたのが伊藤さんと出会ったきっかけです。もう15年ぐらい前ですかね。そうですね、15年ぐらい経ちますね。ここに雪を入れるんですけども、だいたい700トンぐらい、まあ、そこの正面のものを入れる。で、雪を入れて、じゃあどうやって冷やすかっていうと、実はここに、グレーチングが下に流れてるんですけども、1,2,3,4,5,6本で空気が、部屋の中から暖かい空気が上から戻ってきます。で、暖かい空気が戻ってきて、その空気をこの強制的にこの穴の中に入れてあげるようにするんですね。そうするとこれ二重橋みたいにこうやって穴がいっぱい開いてくるんですね。で、横の中にこう空気が流れていくと、だんだんその暖かい空気が入りますが、この入り口の穴って最初小さいんですけど、だんだん大きくなるんですね。ラッパみたいになります。大きくなったり小さくなったり、大きくなったり小さくなったりしながら、ずっとだんだん小さくなっていくんです、雪が。そうすると冷熱が安定的に冷たい熱を供給することになる。で、そこがずっと広がって、あの一番最後のマスのところまで行って集まって戻っていくんですけど、周風マスっていうんですかね、空気をマスにして1本にしてまた戻って1本で吹き出している。だからこれを作る、まあ、イニシャルコストも当然かかるわけですよね。で、何もそういうしなければ雪って勝手に溶けるだけだから、それも雪から勝手に増えていかないですよね。まあ、降ってくるのは別ですけども、雪がもり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 って増えるわけではなくて、溶けて水になるだけなんです。だから常に液体になってしまって、あのなくなるものが雪なんですけども、それをなくなる速度をこういう断熱の囲われた倉庫に入れることによって、溶ける速度を我々がコントロールするんですね。コントロールすることによってエネルギーとしての価値を高めることができます。日本っていうか地球は、まあまあ特に日本そうなんですけど、だんだん夏になれば暑くなりますよね。暑くなると雪の価値ってすごく高まるんですね。でも冬に雪があってもエネルギーとしての価値はあまりない、冷たさのエネルギーとしての価値はないんですけど、地球が規模でこの地域がだんだん夏になって暑くなった時に、冷たいエネルギーっていうのは価値として見出すんです。まさに純国産ですよね。これからお米の倉庫に案内しますね。これはだいたい13度ぐらいの倉庫ですね。井戸水と雪解け水を使ってます。で、貴重楽さんは、まあ、あの南大沼さんだけではなくて、全国の、まあ、当然ね、お米も扱ってらっしゃいます。新潟県だけじゃなくて、いろんな地域のあの美味しいお米を、まあ、仕入れてきて、で、低温で保管をして、でそれを、まあ、精米、自社で精米をして、で、白米として、まあ、食べたり。ほとんど白米ですよね。そうですね、私たちはここにあるお米はもうほぼ 100% あの精米してお客様のところに届けるという商品になります。
そうですね、あの雪の場合はあの熟成させるというよりは鮮度保持になるんで、うん、米に関しては穀物に関してはですかね、野菜とかはあの熟成してくれるんですけど、米の場合は、まあ、含有水分持ってる水分が少ないというのもあって、どちらかというと鮮度保持ですかね、悪くならない、そうですね、ずっと保つという形です。あれはエアコンというか水冷式のクーラーになってますね、うん、私たちここ冷やすの地下水で、はい、地下水を汲み上げて冷やしているものですから、うんうん、その地下水を汲み上げて地下水の冷気でファンでですかね、うんうん、はいはい、あの出してる、あ、そうです、ここもそうですね、うん、はい、エアコンというよりは、はい、あのまあ大型の扇風機みたいなのをあの冷気に当てて出してるという、ラジエーターで、はい、あの熱い、まあ、エンジンの中を通った太い液が回ったところにラジエーターの中回ってファンが回ると音符が出ますね。そのラジエーターの中に井戸水が回ってるんですね。だから冷たい状態のところにファンが当たるので、まあ、冷風が出るというやり方です。で、まあ、夏の暑いピークはそれだけでちょっと足りないので、ちょっとこの竜の首みたいになってるのがですね、5度の倉庫の部屋から少し冷気をこの中に足してあげて12度帯になるようにしている、まあブースターみたいなもんですね。あれがあの超音波の加湿器になりますね。ここの場合はほとんどその、冷気が入るわけじゃなくて熱交換しただけになりますので、まあちょっと乾燥気味にはなるんですね。だからその超音波の加湿をすることでよって 温度と湿度をコントロールしているけど、今から案内する倉庫っていうのは何もないですね、うん、単に雪の倉庫から空気を回してるだけ、まあ、今はまとめましたけど回してるだけのところですね、よいしょ。でちょっと暖かく感じるかもしれない、うん、そうですね、こっちは多分まあ先週までは普通に回してたんで5度に近い状況じゃないですか。一番最初見たのが雪の倉庫、はい、でそこから冷気を循環させてます。で、あの冷気を循環させて5度で冷やしてます。ここでだいたい9000秒ぐらい、だいたい今日本人って1人頭1票1年間で食べる量がですねって言われてるんで、ここでだいたいそうですね、延べ9000人分ぐらいの、はい、米が入れれるようにギリギリまで入れてですから、今現状は多分そこまではないと思いますけど、実際どのぐらいそのエネルギー的に、うん、抑えられるというか、通常の電気の冷房から考えると大体3分の1か5分の1っていうふうに試算はしてますね、うん、だから今の普通の電気で冷やそうとすると、まあ、それぐらい電気がかかっちゃうんだけど、どっちを優先にするかなんですよね。電気を使って低温にしてあげて、美味しいお米を鮮度を保持するのか、電気そこまで使わなくってある程度毎年食べれるもんだからそこまで温度下げすぎないんじゃいいんじゃないかっていう2つの考え方があると思うんですね。で、貴兆楽さんとしてはその前者のそのいいお米を、まあキープしたいっていうことで低温環境を選んだわけですね。その時に電気と雪かって当然選択肢もあると思うんですけど、環境に優しい、まあ、雪を使って、お米を保管したいという発想なんですね。あのダクトから冷気が出る、あのダクトから冷気を戻してるんです、ね、吸うんですね、はい、出てくるのはここですね。あの、まあ、我々が頻繁にここを出し入れしないというのもあるんですけど、はい、下から冷気をこうゆっくりと上に上げていく方が、あの温度ムラが少なくて全体に行き渡るっていう話の中でこの方式がいいんじゃないかということと、まあ、あとはあの温められた空気を上に押し上げるっていうことの中で、私たちは4段までしか積まないんですけど、このクリアランスがあれだけあるんですけど、これより上には米を積まないっていうのは、あそこから上はかなり温度が、まあ、とはいえ7度ぐらいですけど、冷たい空気で下にずっと溜まってるんですよ。で熱を、まあ外からもらったりお米の発熱も当然あったりするんですけど、だんだんこうあったかい空気が上の方にこうミルフィーユみたいになってくるんですね、温度の層を見ると。だからあったかい空気を吸い込もうと思ってまたエネルギーを使って吸うんじゃなくて、自然の力を使って上の上積みだけをゆっくり吸ってあげるんですね。で上積みだけを吸って、その熱い空気を雪の中に入れて冷やした空気をまたそーっと返してあげると、
重力で冷たい空気だけ下がって暖かくなった空気だけ自然に上に上がりますから、そういうそのサイクル、空気のサイクルも上手に使ってあげるっていうのがポイントなんですね。でどん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 省エネを図っていくっていう発想なんですね。ここはまあマイナスなんで電気を使ってやってるところなんですけど、私たちの方でここでだいたい1週間ほどあのお米をまあマイナスの温度域で熟成させる、ここは熟成しますね。あの氷温協会っていうのは鳥取県にあるんですけど、そこであの調べてもらった、科学的には調べてもらった結果、タンパク質がアミノ酸に変化したりとかっていうのがあの数値としてデータとして上がってきてるんで、やっぱりお米は生きてます、生鮮食品ですよ、生きてますから、この氷温のマイナスの状態で凍らないようにって刺激を受けることによって、お米自体がまあ頑張んなきゃってこうお米自体が生理上思うんですね。その生理上に思ったことが結局のところうまみが上がってるっていうのがあのエビデンスとして残ってるわけです。まあこれ氷温、我々が実はあの日本で初めて雪と氷温を組み合わせてあのやった会社なんですけど、実は氷温庫だけ持ってる会社さんっていうのはすごいたくさんあって、で普通は皆さん5度ではなくて15度なんですね、外が低温倉庫の中にあるんで。なんでこうあの氷温熟成させるっていうのは能力を引っ張り上げる分だけ、劣化するのも早いんですね。で低温倉庫の場合はだいたい2週間以内にその氷温熟成したら、精米にしたら、精米にしたらそこから同じような落ち方になるんですけど、玄米で2週間以上置いておくとどん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 味が劣化していくと、2週間以内に使ってねっていうのが氷温協会のおすすめなんですけど、これが私たち今からの話が私たちだけなんですけど、雪の5度の標本に入れてるとそれが2ヶ月まで大丈夫だっていうデータをもらってて、今先ほど言われて出す分だけコントロールされてるんですかっていうのが、2週間のコントロールじゃなくて2ヶ月のコントロールで我々は今よりコントロールしやすい状況にはなってますかね。それと氷温庫自体は通常こうマイナス2度まで下げて外が15度なんで、普通我々以外の氷温庫は全部下に今いわゆる床暖房みたいなのが入ってて、マイナス2度に下げて1週間熟成した後じわじわと温度を15度まで戻さないといきなり外に出すと結露しちゃうんですね。なんでここで冷やしてここで温めてっていうのが普通の氷温庫なんですけど、我々5度の部屋があることによってこのまま冷やすだけで出し入れできるということで、ここのエネルギーコストもだいぶ下がってます。そういう意味では、まあ、雪国の人の多くは本当にその生産性のない仕事をしているわけですよ。例えば雪下ろしなんていうのは、あの下ろして誰かが幸せになるのっていうと、なかなかねそこに住んでる人の家を守るためだから、だからその雪が昨日も雪下ろして今日も雪下ろしと、あ昨日やったのどこ行っちゃったのみたいな、でもやらないとダメだみたいな、そこに価値をつけていくってことが重要で、だから雪国の人たちが多くは生産性のないことに労働に強いられてしまうから雪がやっぱり邪魔だという発想になってしまうんですけど、その当たり前なんですね、あの自然に降ってくる雪が生産性のあるものだったらもうみんな何もしないでも大金持ちになっちゃうわけですから、ちょっと落ち着いて引いて考えてみて、まあ、毎年降ってくんだしなと、何か生産性のあるものに変えていければいいなって思ってくれると、いろんなアイデアが生まれるかもしれませんね。はい、ここは南魚沼市にあります、八海醸造さん、八海さんというあの製酒を作っている会社の、雪室に今日来ています。2013年にできた、施設になります。ここは、八海山の雪室の、まあ、入り口になるんですけども、あの見ていただいた通りこう日差しが伸びてるんですけどね、これはあの設計士の人と相談しててこう雁木のようなイメージでね、こう日差しを作りましょうなんて話もあったりしたんですけど、まあ今まで雪室っていうとやはり雪を貯めるエネルギー倉庫だったので、
そんなにその見た目とかかっこいいのっていうのはなかったんですけど、せっかく作るなら美術館のような雪室を作ろうよという、思いで、社長さんたちにいろいろ提案して、会社の人に提案して、かっこいい雪室を作ることを、目標にしました。まあ、雪室っていうのは雪国ではね、昔から、天然の冷蔵庫として使ってたわけなんですけども、それを、まあ、現代版の、冷蔵庫として、エネルギーのエコな冷蔵庫として、まあ、復元した、機能的な復元をしたものになります。今まで、雪室っていうのは雪と、まあ、貯蔵品を置く、まあ、氷室型と言われるものが、まあ、ポピュラーだったんですけど、各地で作られるようになって、溶けた水を使ったり空気で熱交換をしたりするやり方があるんですけども、この八海山は昔に帰った、まあ、スタンダードな氷室型の、貯蔵システムを導入しています。中にこちらです。左側にですね、昔この地域で作られてきた雪室の作り方を少し説明してあります。雪を固めて積み重ねて、その上に茅とか藁とかをかけて断熱材を使い、断熱の機能を設けました。でこっちが夏になると雪を取り出してきてですね、冷蔵庫代わりに利用してた、まあ、実際の写真になります。じゃあここから中に入ります。ここの建物は2000石という、お酒の量、36万リットルという、まあ、すごいたくさんの量なんですけど、雪だけで冷やしています。このお酒がですね、まあ、3年以上、まあ、貯蔵されています。ずっと雪の中でね、寝かされる。実は日本酒っていうのはあまりその熟成させなくてね、毎年できるからすぐに飲み切ってしまうものがほとんどだったんですけども、雪の中で、貯蔵することによってお酒と、まあ、水がうまくこうくっついてくれて、まあ、とてもまろやかな、お酒に仕上がると、まあ、評判がいいですね。でこの建物を作るきっかけとなったのは、実は東日本大震災の時にですね、やはり電気を使いながらお酒を作るっていうのが、まあ、ポピュラーな今までの作り方なんですけども、電気だけを使わないとお酒が作れないというのも、なんかとても、もったいない。ここの地域にある冬にたくさん降る雪をですね、なんとか酒造りに活かせないかなというふうに、こちらの、会社の社長さんから相談を受けました。これだけの規模のものを作るっていうのはすごく勇気もあったんですけど、世界にないので自信がないと言ったら変ですけど心配だったんですけど、しっかり計算して、あ、ちゃんと冷える、1年間、雪でお酒を冷やしきることができる、そういう、まあ、計算のもと約1000トンの雪を蓄えて、このお酒を年間ずっと貯蔵しています。この中にはですね、まあ、雪を入れると約1000トン入るんですね。で1000トン入るんですけども、まだ残ってるように見えます。だいたい300トンから、350トンぐらい残ってる計算になってます。でなんでそんなに残ってるかというと、実は1年間お酒を冷やすためには最低限でもこのぐらいの雪は残さないと、実はタンクの方に冷えなくなる。これは機械を使って対流させなくて自然対流をしているから、どうしてもこれぐらいの量を残さなければいけないんですね。でこれをトントンと鳴らしていただいて、残り約700トンぐらいの雪を今年も、投雪する、まあ、そういう状況になってて、今あるのが一番実は少ない時期の雪の量なんですけども、最低限このぐらい残ってないとお酒が1年間まあ、冷やしきれないということになります。はい、八海山の純米大吟醸雪室貯蔵3年熟成ということで、3年間雪室の中で寝かしたお酒ですね。とっても透明感のあるお酒で、すごくすっきりしてて、飲み口がさらっとこういってしまうんですけども、ちょっと味見したいと思います。はい、大変おいしゅうございます。
この中は実はちょっと特殊な部屋なんですね、見ていただくと、まあ、破壊さんのお酒も入ってるんですけども、ここの冷気っていうのは実は雪室から冷気を引っ張ってきてるんですね。だから雪室としてお酒のタンクを冷やすだけじゃなくって、こういった、まあ、熟成をさせるような部屋を設けて、まあ、より積極的に体感をしてもらったりするような、取り組みをしていますね。今少し野菜ないんですけどね、もう少したらこの雪室の野菜とかも出てくると思いますね。はい、今ずっと見てきましたけども、まあ、八海山雪室は、雪を使って、まあ、お酒を貯蔵してます。まあ、皆さん、雪というと、まあ、スノーボードとか、まあ、スキーとかっていうような、まあ、遊ぶこともできるんですけども、しっかりとお酒をね雪で貯蔵できるような施設もあります。ぜひ、夏の暑い時にですね雪の冷気を感じれるような施設になってますので、暑い時にも遊びに来ていただければいいかなと思っています。いかがでしたか。今日はいろんな雪の利用した施設についてご案内させていただきました。まあ、特に今回は食品を中心にした、貯蔵施設を見てきたんですけども、人の冷房に利用したりする施設、それから、コンピューターを冷やしたりするデータセンターの冷房なんていうのも今、取り組まれています。雪の利用方法はまだまだ研究しなければいけない部分もあります。で、実用化される分も随分進んできました。私たち雪国に住んでいてですね、とかくやはり邪魔者だなと思う時もあります。ただ、その雪を使うことによって、資源としてですね有効に活用できる、雪は空から降ってきた、まあ、宝物だと私たちは考えています。ぜひ、皆さんも雪国に足を運んでもらってですね、雪の利用とかを実際に見ていただいて、一緒に雪の将来を考えていきませんか。今日はありがとうございました。